いどうもピオキングです。今日はですね、世界のコースやっていきますか。で、その世界のコース遊ぶ前に、なんかいろいろね、コース探してったら、ピオキングさんのチャンネル登録者数1万人突破記念コースっていうのがあったんですよ。で、この方はですね、お気に入りはしてるんですけど、なんか連絡とかもね、何も来てなくって、たまたまね、あったんですよ、このコースが。どうもありがとうございます。いや、本当に嬉しくて。しかも、クリア率がね、1.18% って結構難しいんですよね。ちょっとどんなんか楽しみだね。ピオキング応援さんのチャンネル登録者数1万人突破記念コース。それじゃあやらさせていただきましょう。まあ、1% だったら、ちょっと待って、上に壁があるのマジで見えんかった。ここは普通にこう、幅跳びね。で、もう一回幅跳び。で、もう一丁。オッケー来た。ちょっと待ってね。で、ここも幅跳びかな。いける？オッケー。今度はこれ上行って、右！よし！来た！待って、これは当てる？当てないの。これ踏めるのかな？踏める？これ。え？走ってこう？あ、待って、あ、わかったわかった。これでいけるのか。普通にしゃがんでいけるのね。なるほど。いや、こういうのはね、ちょっとわかんなくって、なんかこうどんくらいで避けれるみたいな。あ、待って、ミスったミスったミスった。あぶねえ。あぶねえ。で、ここでこうやって足場作っておいて、ジャンプ。よし、これでいけるっしょ。まあ、クリア率 1.何%だからね、結構難しいとは思うんですけど。で、ここは待ってね、ここ壁ジャンプしての、壁ジャンプしての、こう。よしよし、来た。これはもうやられないで一発でクリアしたいね。ドカン入れよ早く。下手くそすぎ。じゃあこれはどっち、一回こっちから行こっか。一回こっち行って、この子なんだっけ、名前忘れたけど、ドンケツか。ドンケツを左にやっての、まあこっちいいか。これなんかね、ブロック崩すの早い方法あったっけ。なんか下押しながら連打みたいな。合ってる、これで合ってる。なんかめっちゃ早い方法があるらしいんですよ。なんか下押しながら連打みたいな、ちょっとわかんないね。まあ、とりあえずこのビルマリ取ってからの次のコース行きますか。で、これは足場を作っておいて、で、右。よし、オッケー。次は、あ、ここ壊す感じね。いやー、めっちゃ楽しいね。なんか自分のためにね、作られたコースっていうだけでね。ちょっと待って、これは幅跳びで行こう。幅跳びで行けるんでしょうか。はいはいはい、よし。これ分かった。下押しで R ボタンでね、 R ボタンでこうやって行ける感じね。うわー、いいこと知れたな。いや、このコースをして一番いいこと知れた気がする。どうもありがとう。で、このまま右渡っていきます。で、さっきのところね、さっきのこの P 押した瞬間もここ幅跳びでいくね。はい、で、チャップ。いいよ、いける。 OK。 で、チャップチャップチャップ。よし、来た。これは、うわ、わかんねえ。ちょ、待ってね、これもう積んだ感じですか。待って、これ積んだ感じっぽくない。はっ、ここ早く行かないけんね。こうで、もう一回こうで、こう。 OK。 いや、難しいよ今の。結構ね、技術いるんじゃない？まあ、いるのかな？どうなんだろう？おっ！これあるね。もしかして応援ちゃんはですね、僕がこのキラーを好きなことを分かってくれてるんでしょうか？いける？うわ、届くかな？ちょっと左側だったもんね。オッケー。そして、中間ポイントあるのかな？中間ポイントないね。待って、これむずい！むずい！これは上行って速攻壁ジャンプ！そして、このまま右行きます！うわ、届かんかったけど、いけるのかな？大丈夫？待って、やべえ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 。ちょっと、やっぱりいるのか、ビルマリン。いや、難しくね、このコース。壁キックして速攻 P ジャンだね。ほっ、いける。よし、オッケー、届いた。で、次も、ほい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 。よし。危なかったけど、あ、待って、ほい。よしよしよし、中間欲しい。マジで中間欲しい。今んとこね、簡単そうに見えるんですけど、結構難しいんだよな。で、ここも壊していこうかね。うわ、先にね、どんなコースが待ち受けてるのか。マジでこのコースね、難しいからね。よし、じゃあ次は、え、これどうすんだろう。当たって多分右に行くんじゃない、こうやって。多分そんな感じでしょ。オッケーオッケー。で、ブーメランみたいなね。オッケーオッケー。今度はどうしようか、これ。一回下に降りていこうかね。一回下に降りての、なんかを、なんかをとりあえずなんかせないかん。
とりあえずここ一回ここ入れておくね。そしてもう一丁ここかな。あ、パワーブロックが見える。多分あのパワーブロックでドッスン倒す感じね。いやいやいや面白いね。そして次はクリボー、これをかぶってってドッスンたちは無視ね。あれ、これはどうやってすればいいんだろう。あ、これ下に下壊せるんだ。これ横だけじゃないんだね。結構さ、あの知識もくれるね。僕結構知識乏しいからね。いやありがたいねこのコース。そしてここはパワーブロックでポン、いいねうわ待って、これは一回上に行こっか。一回上に行ってこうするんじゃない。多分これで合ってる。そしてここはよしで、プロペラでこう行って、待って、まずいまずいまずい、やべえ下手くそすぎ一回こうして、あ、いや待って、まずい、ちょっと待って、これでいい、大丈夫もう無理やり感があるけど、いやごめんね。まあこんな感じで申し訳ないんですけど、ちゃんと行けばよかったな。まあまあまあ、ちょっと今のとこ難しかったような気がするんでまあいいでしょう。でここはヒットドッグ、そしてまた着火するね。これちょっと一回爆弾ね、あれするまで待っておこう。 OK。 そしてこの木ブロックで、あの土管のところに入ります。よし、結構長いねこのコース。あ、1万人おめでとうありがとういやどうもありがとうございますいや本当にね、連絡とか何も来てなくて、たまたま見つけたんですけど、いや見つけれてよかったな。いやこのコースはね、ぜひいいねを押しておきますね。でコメントしよう。やべえこれやべえね。まあまあ OK で投稿します。コメント見ていい？どんな感じか。お、同じこと書いてる人いるじゃんうわ、バナナ877っていう方ですね。いやー嬉しいな。1万人おめでとう、どうもありがとうございます。ピオキングさんの動画は最初から見てました。ずっと面白さを維持しててすごい。急にチャンネル登録増えましたよね、あの人あの人呼ばわりまあこれからもリスナー同士ピオキングさん応援していきましょう。そしてこれからよろしくお願いします。いやこちらこそよろしくお願いします。ピオキングさん YouTube やってたのか。イケボだし面白い、チャンネル登録しました。いやどうもありがとうございます。いや僕からしたらかなり難しくて結構遊んでしまいましたけど、いや本当にどうもありがとうございました。はい、それじゃあですね、次はこのコースですね。これはリスナーさんからちょっとやってみてくださいっていうコメントがあったんですよね。まあ高嶺の花、僕にこの花を取る資格はないのか。クリア数はね、まあ、そんなに低すぎるわけじゃなくって 2.67% なんですけど、まあ、やっていきましょう。ファイヤーマリオのままゴール、どんな感じだろう。あ、このあれを取ればいい感じ、このファイヤーを。え、ちょっと待って、むずけくね、このファイヤー取って。あ、しかも10秒しかねえ。それじゃね、これつらら当たったらダメだからね、こうギリギリで取る感じ。うわむずけどうするんだろう。しゃがんでこう取って、いや、あ、この方よく見たらあれじゃん、あのリスナーさんのコースだね。ちょっともう一回遊んでコメントだけ残していこう。でもう分かったからさ、一回でクリアできんじゃない。はい、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。